Hello, welcome back to another episode of Dragon Ball Z Kakarot. We'll be playing some more here. We're now up to the part where we need to take on Zarbon, and as you can see right in front, that's where we need to continue the story. And if you guys haven't seen any of my previous videos, I will put a link down in the description down below for you guys to check out my previous videos. But if you're also enjoying the content so far, please give me a huge like. And if you can subscribe, I am trying to build as a bit of a community here, and my goal is to reach 100 subscribers at the moment, and with your help that would be achieved. But anyways, without further ado, let's continue on some more gameplay here. スカウターさえあれば手分けして村を探す必要などなかったものを。 よう、ずいぶん久しぶりだな、ザーボンさんよ。ドドリアは俺が片付けさせてもらったぜ。次は、お前さんの番だ。何？貴様が、ドドリアを片付けただと？なかなか帰ってこないと思ったが、信じられんな。 スカウターが亡くなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。 So at this stage, Vegeta can use his sensitive from power levels now without the scatter. At this type of the level, すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているというわけか。貴様、フリーザなんかにくれてたまるか。 すでに俺も一つ手に入れているんだ。残りも必ず俺がいただいてやに。愚かな。永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。俺は多くの実戦でパワーを上げたんだ。貴様は分かっておる。 フリーザ様の実力はそんな次元すらはるかに超越しておられる。フリーザは、サイヤ人を恐れていた。そのサイヤ人パワーを今見せつけてやる。うぬぼれやがって。Hang on, man, that's not fair. I think it always goes past the Galaga, I just don't get it. Yeah, there we go. 信じられん。 この程度で手も足も出んとはな。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。 圧倒的にパワーを増す。この私の変身を。Oh, it becomes an uglier frog version of life. とんだ誤算だったな。 せっかく貴様が腕を上げたのに、また逆転してしまったぞ。ついでに、もう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も、変身型の宇宙人だと言っておられた。気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。 Oh, there we go, Vegeta's knocked out. Yeah. 裏切り者の治療をしてやることになるとはな。
意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。あれです、あの家に。あれか。ネイルさん、無事だったんですね。よく来たな、デンデ。最長老様はおおよその成り行きを知っておいでだ。So, I believe now is one of the strongest Namekian at the moment. He's also the bodyguard for the Elder Guru. 二人とも仲へ。最長老様がお会いになる。でかい。ようこそ。あなたは地球人ですね。まず我が子デンデを助けていただいた礼を言いたい。ありがとう。いえ、大したことはできませんでしたが。あの悪党たちのせいで、もうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。残念です。ナメック星に住む者の知恵と力の証、ドラゴンボールがまさかこのような。単刀直入に言いますが、そのドラゴンボールを俺に貸してもらえませんか。あいつらには絶対に渡しません。約束しますから。僕からもお願いします。この地球の人たちの願いが叶えば、地球にも再びドラゴンボールが蘇るのです。何？地球にもドラゴンボールが？ナメック星人がいる？いたのか。はい。その昔、この星の危機の時に宇宙船に乗って地球に逃れてきたとか。カタッツの子だ。驚いた。まさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。あの子は確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だった。そう。しかし、あの天才が死んだとは。寿命か、それとも殺されたのか。殺されました。ここに来ているベジータっていうサイヤ人に。地球のお方、ちょっとここに来ていただけるか。少しあなたの。過去？なんと、過去に悪が入り込んで、体が二つに分かれておったのか。愚かな。せっかくの生まれ持った天才的な力を半減させてしまいおって。元通り一つにさえなれば、死なずに済んだかもしれんのに。一つに？神様とピッコロが一つに戻れば、半減した力が戻る。よろしいでしょう。あなたたちの望みは純粋なものだし、これまでの勇気は大きく評価されるものです。このドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。ですが、おそらく願いは叶わないでしょう。So just like the Earth Dragon Balls, and the Namek Dragon Balls, we do need 7 of them, as you may already be aware, to wish for the new dragon and make a wish. どうしてですか？残念ながら私の命はあと数日しか持たないでしょう。それまでにあの恐ろしい悪者からすでに集めた玉を奪えますか。おそらくとても無理でしょう。
私が死んでしまえばドラゴンボールも消えてしまう。そうですか。いいです、やむを得ません。とりあえず俺はそのボールを預かって命がけで守ります。お願いします。ところで、あなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだ。しかももったいないことに、まだ眠っている力が終わりになる。その眠っている力を起こして差し上げましょう。まさか、そんな力なんて残ってませんよ。今でさえ、もう限界を超えてるくらいなんすよ。力が！うひゃー！ Hey, that's cool. 力が吹き出してきた！すげー！もう一人の仲間を連れてきてもいいですか？そいつ、きっととんでもない力を眠らせていると思うんです。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。すぐ連れてきますから。デンデ、待っててくれ。すぐにご飯を連れてここに戻ってくる。はい、お気をつけて。All right, now we're looking for Guru. Soul Emblem received. Okay, so we've got a bit more experience for Krillin. ねえ、ちょっとご飯くん。ずっとあっちにあるドラゴンボール反応が動き出したわ。こっちにまっすぐ向かってくるわよ。これ、クリリン君なのかな？きっとそうですよ。じゃあ、こっちの一つは？こっちの5個がフリーザってのが多分持ってて。ほら、ここんとこ、一つだけポツンと。は？ベジータが村を襲っているって言ってた、その方向ですよ。でも、ベジータはそこにはいませんよ。気が感じられませんか？わかった。あいつ、村は襲ったけど、ドラゴンボールは発見できなかったのよ。そのレーダー貸してください。僕、そのドラゴンボールを取りに行きます。よし、行くぞ。ねえ。あのさ、that's what it is. ありがとうございます。いいぞ、今のうちだ。近くに恐ろしい奴の気は全然感じない。 Alright, let's quickly have a look here. Okay, so you can buy some stuff here, which is good.And there's also more of this make a dish. Okay, let's get some of these. This is a bit more easy to get. Alright. ひどい。村が全滅している。ドラゴンボールを探さなきゃ。 Okay, so from what I remember, Vegeta threw the Dragon Ball in the water. あれ？うちの中？ There it is.
ところにあったのかな。村の人が慌てて隠したのかもしれないな。Also, more experience, that's what we want. なんだ今の爆発は。まさか。メディカルマシンにはいないだと。おのれ、どこに逃げよった、ベジータ。早く探しなさい。あったぞ、ドラゴンボールだ。確かに5個揃ってるな。だが5個すべてを持っては逃げきれん。しかものんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。よし、今度は俺だ。まさかベジータのやつ、ドラゴンボールを狙って、ドラゴンボールが、あの野郎、なんたる醜態ですか。今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったら、この私があなたを殺しますから。はい。Zarbon, quickly get Vegeta. Doesn't Vegeta, Frieza looks menacing here. サイヤ人というのは、やはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね。戦闘を重ねるたびに大きく向上する。もちろん、私にかなうわけありませんが。未来のことも考え、今のうちに目を摘んでおかねば。スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。こうなったら、ギニュー特戦隊を呼ぶしかありませんね。あったぞ、我ながら素晴らしいコントロールだ。ざまあみやがれフリーザめ、ついに奴のドラゴンボールをいただいたぞ。これで俺があの村の水に沈めた奴を入れれば、あとはたった一つで7個すべてが揃う。ん？強い戦闘力か、ザーボンか。すげえや、俺にこんなパワーが。これならすぐにご飯を迎えに行けそうだ。最長老様んとこに行けば、お前はもっと強くなれるんだぜ。あいつは地球人の、なぜこのナメック星に。しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。Alright, more experience for Vegeta, which is good. Nani から何まで、この俺に運が向いてきやがったぞ。Oh, looks like Vegeta's chasing after Krillin here. くそ、Vegeta め、一体どこに。このままでは私の命はフリーザ様に。あれは、とうとう見つけたぞ、ベジータ。ん？でかい戦闘力がついてきやがる。ザーボンに見つかったらしいな。しかし、いいか、あの地球人のボールをいただくついでに、今度こそ片付けてやる。
この前の戦闘でザーボンは完全に自信をつけている。油断してかかるはずだ。まずはその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいてやる。ここでザーボンのやつを仕留めてやる。Just quickly to see what we can do here with Vegeta. That doesn't look like he can be leveled up anymore right now with any particular moves. ないと危ないじゃないですか、ブルマさん。それもしかしてドラゴンボール？本場のドラゴン。なかなか話のわかる最長老さんでしたよ。そうだ、ブルマさん、ご飯はどこですか？あいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりでレーダーに映ったのよ。本当ですか？何？この木はまさか。ベジータ！意外なところであったな、地球人。しまった。強くなったのに浮かれて、あいつの木に気がつかなかった。それにベジータはスカウターとかいう機械をつけてない。ベジータが木を探れるようになったのか。Able to sense power levels now. その大事そうに持っているドラゴンボールを見ると、どうやら目的は同じらしいな。いいか、俺にはそのボールをいただく前にすることがある。だがそいつを持って逃げようなんておかしな気は起こさん方がいいぞ。来やがったな。ザーボン C2。ずいぶん、舐めた真似をしてくれたな、ベジータ。貴様のおかげで、フリーザ様の私に対する信用はガタ落ちだ。もう一度半殺しにして、貴様の奪ったドラゴンボールのありかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。降臨やつめ。Straight to the transformation. やはり油断してやがる。Oh no. わたしから逃げられると思うな。Oh, not ready. おまえもしやがれ。Yeah, that should be my other damage. Got it.随分と体力が落ちてるんじゃないか、ザーボンさん。あんたの品物が近いよ。死が近いだと笑わせるんじゃない。私は貴様より戦闘力が高いんだぞ。貴様が私に勝てるわけがない。サイヤ人は戦闘種族だ。やめるなよ。ここだ。消え去れ。What the hell?Whoa! Sottare! Akugo shiagare! Yaya!Whoa.
Oh, no, not again. Oh! How did you dodge that? Nijita! Onori! Yokumoro! Yeah! Got him!死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。そうだったろう？サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。そうか。そういえば、悟空も激しい戦いのたびに強く。さてと、どうする？おとなしくそのボールをよこす気はないのか？ Okay, if Krillin has to fight Vegeta, the chances are going to be pretty slim for him to win. こいつを渡せば、おとなしく、ここから消えてくれるか？まあいいだろう。ドラゴンボールさえ手に入ればザコなどと遊んでいても意味はない。これで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだ。Okay, Vegeta's gone off with the Dragon Ball. 7個全部揃うもんか。頼むぞ、ご飯。ベジータに見つからないように帰ってきてくれ。クリリンさんたち大丈夫かな。早く戻ろ。敵に見つからないように気をつけなきゃ。 Okay guys, but I think this is where we're going to be finish off for today. I hope you enjoyed the video today, and please, like I said, hit the like button and do subscribe for more video content on Dragon Ball Z Kakarot. I'm sure you guys want to know what happened next, and feel free to hit the comment as well. Feel free to give me any tips and hints, and or tell me about who's your favorite character, your favorite arc in the Dragon Ball series. I'd love to talk more about it with you guys. But for now, bye, and we'll see you in the next video.